れ。福田でーす。お風呂上がりの猫。お風呂上がりの猫でーす。かー、レンコンは好きじゃないな。お疲れんこん。なんか今日顔がシュッとしてる気がする。シェーリングしてないけど、チークか、チークだな。チーク変えたんですよ。ピンク系からローズ系にした。あ、チークだ。チークを変えたからだ。シュッとしてる顔が。あげあおいちゃんに会おうと思ってあおいちゃん家に行ったんですよ。突然 LINE もせずに行ったんです。なんかあおいちゃんからね、なんか猫の野良猫の写真を送られてきて、ただ何もなしに。で、あ、野良猫の写真を送られてきたわと思って、私はそれ返事しなかったんですけど、家行ったろうと思って家行ってピンポーンってして、したら出てきたんで、ギョッって言ったんですよ。ギョッって言って、初コメです、ありがとう。ギョッって言ったら餃子食べに行ってくれました。一緒に。後からね、あかりんが今日ギョって言ってどう思ったって言ったら、さかなクンが来たんかと思ったって言われました。で、じゃあもしニャって言ったらどうしたって言ったら、猫が来たんかと思うって言って、じゃあクワって言ったらどうしたって言ったら、何それ鳴き声って言われました。すごくね、アポなしで家行ってさ、ピンポンガチャギョッって言ってズカズカ家に上がり込んで、そしたらそこその場で軽くメイクしてレッツゴーみたいな。結婚しなきゃ、葵ちゃんと。惚れてまうね。野良猫の写真なんで送ったのって言ったら、猫が高いところに登っとるのがおもろかったけん福ちゃんに送った。ウケた。今日の顔子供ちゃんみたい。子供ちゃんって何。あ、ハロウィンのコスプレ買ったんだ今日。子供ちゃんのハロウィンの
ハロウィンの日にねコスプレしますって言ってたんですけど2個買いました。2個買いた2個はもともと持ってるやつだけど着たことない。1個ハロウィン用に買いました。幼稚園児のコスプレとメイドさん、買いました。意外と幼稚園児コスプレやってなかったので、ピンクの幼稚園児にするか水色の幼稚園児にするか散々迷った挙句ピンクにして、そう、まあ、両方着るか、まあ、午前と午後で変えようかな。どれぐらい時間が着替える時間があったら変える、多分あると思う。まあ、もし着替える時間がなかったらその1個ショールームで着てもいいと思うし、まあ、とりあえずお話し会でね着るように買いました。だからハロウィン買ってる人はお楽しみに、初出しです両方と。ハロウィン、話し会初日なのにそんなのでいいのかしら。まあいいか。今日サンタさんのコスプレも一緒に買おうと思ったんだけど、そう、さすがにねサンタさんはまだ売っとらんかったわ。が終わってからだね。早いよね、窓サンタコス。ダイソーもそこまで行ってなかった。ダイソーね、衣装代経費にならないから大変なんだよ。コスプレって何気1個さ5000円ぐらいするからさ、普通の服買うのと同じぐらいするからさ、地味にこういう仕事じゃないと着れないからね、嬉しいんだけど地味に来るよね。衣装代は結構悲しい、お財布にとって。趣味です。初回限定版追加で買ってきた、 ありがとう。嬉しい。私も追加注文しました、初回限定版。なんかでも発送がさ結構遅いみたいな書いてたから、多分さ いろんな人が注文してるからさギリギリになるのかな、なんか10日後みたいな。取り寄せるやつです。ん？はがき可愛くしていい？まあはがき可愛くしても大丈夫だと思うよ。別に内容を読み取れれば。生活大丈夫？受ける。ファンの人に生活を。生活を心配される間で受ける。生活は困窮してますけど別に暮らしていけてますギリ分からん、暮らせてるか。何買ったっけな、今日買ったもの見せてあげるよ。
で工作できるかも。最近ハマっているチップスターのロング缶、ロング缶コンソメと寿司を、最近これを1日1個食べてる。イエーイ。あコンビニで売ってるやつはさ、これの半分なんですけど、今日はこのロング缶をゲットできました。で、ちっちゃいやつが箱の半分ぐらいで100円ぐらいで、このロング缶が150円ぐらいなんで、こっちの方がお得。しかもこれは半分ずつ食べればいいんですよね。 YBC これ大好き。なんかポテチも好きですけど、こっちにハマってる。なんか時期があってね、こうポテチにハマる時期とじゃがりこにハマる時期と、なんかいろいろあるじゃないですか。プッカにハマる時期と、たべっ子動物にハマる、たべっ子水族館にハマる時期と、で今はこれにハマる時期。1本、いつもは半分、この半分のちっちゃいやつ買うんですけど、今回初めてロング缶を買ったんですよ。あ、ポテコもハマる。ポテコ、ポテコわかる、あの指にはめれるやつ。いや、私極端なんでさ、一回ハマったらさ、しばらくそれしか食べないのね。今がこれの時期。そう、とべっこ水族館にハマってた時に常軌を逸しすぎてて、みんなの中で私のお菓子イコールとべっこ水族館の時期がイメージがまだあると思うんですけど、あるかもしれないですけど、今ね、とべっこ水族館半年に1回ぐらいしか食べてないんではい、やっぱ極端なんだな私って思います。これね、これのいいとこはね、形が均一だからね、あのアヒルの真似ができるとこです。あ、ほうは赤い、ほうは赤い。めっちゃ口が、あ、あ、ま
どれ開けたか分かんなくなった。うーん、これです。モバイル会員なんだけど、どうやったら投票できますか。 STU の公式を開いて、ね、これもう出さなくてよくない、これいちいちもで、ニュースでモアをタッチ、オールからオールをスクロールしてお知らせにして、上から1,2,3,4,5,6,7 番目のキングレコードプレゼンツ、ファンが決めちゃうなんとかかんとか決定押して、これ開いてスクロールして、この黄色の必ずお呼びくださいの1個上のここ紫タッチです。詳しくは私のツイッターへ。しまってこよ、食べちゃうから。投票します、ありがとう。猫めっちゃ鼻汗かいてる。え、一回、はい、まツイッターよくできてたでしょ、親切な子だ、とんでもない。ツイッターね、朝、昨日の夜ね、このショールーム終わってね、この投票のやつね、せっかくだからまとめようと思ってね、やってたらね、慣れないことしばかしてるからね、気づいたら3時ぐらいだったの。でも頑張って画像作った。もうまず背景のベースの画像の無料のフリー素材から探すとこから始まりの、画像に文字入れたりとか、あと画像に文字いっぱい入れたら分かりにくいから頑張って伝わるように言葉を短くしたりとか、いろいろ考えてたらめっちゃ時間かかっちゃって、そう、かつ自分の画像も入れたかったから、ちょっと自分の画像も入れつつ頑張って、しかも寝るのそれで4時ぐらいになったんだけど、でも今までの自分のツイッターのツイートアクティビティをさ、1ヶ月分ぐらい遡ってですね、集計取った結果、なんか、まあ、夜も、曜日によって違うけど、夜のツイートよりも、なんか朝の7時から9時の間ぐらいのツイートが伸びるっていうか、何？アクティブユーザーが多いっていうか、よく見られてたんですよ。人の目についてたんですよ。だから、あ、これはもう明日の朝につぶやいた方がいいなって思って、その7時半に目覚ましかけて、7時半に起きて今日で、7時半にツイートボタンだけピッて押してまた寝たのそう、でもそんなに伸びなくてびっくりした。え、全然伸びんじゃん。やっぱ自撮りとか、なんか顔写真がないと伸びないのかな、アイドルのファンの人のがフォロワーが多いから。タイマー機能があるの、マジ？そう、そういうことをしてたら意外と伸びなくて泣いてるんで、ぜひ私の固定ツイートリツイートしてください。投票してくれた、嬉しい。私慣れない画像を作りました。握手会、どんなに握手会があっても握手会宣伝画像をね、アナログで作ってた女なんですよ。みんなメンバーはね、なんか活字で作ってたんですけど、私はインスタグラマーじゃないから分かんないから、全部手書きで書いてたんですよ、今まで。それか携帯のメモで。そんな私が今回頑張ってアプリとか入れたりして
やりました。なのでそれぐらいガチということが伝われかな。ぜひ投票お願いします。頑張った、みんな拡散して。投票できました、また来ました、ありがとう。し、一応お知らせ画像だから、もう余計なことは書かないようにしようと思って、もう簡潔にまとめたつもりだし、なんか投票してください、投票してくださいって言ってもさ、もう投票してほしいのは分かったけど、何の投票ってなるじゃん。だから目的がちゃんとしないとね。みんな、この選抜の7位以内に入ったら楽曲 &MV がもらえる、そしてライブハウスでの定期公演ができる、そして、次出る CD の中心メンバーとしてプロモーションとかメディアに出れる、イベントもできる、この頃には握手会も復活してるでしょうかね。はい、そして STU ショップ秋葉で、秋葉原店での PR 活動、そして投票してくださった皆さんに、抽選でクリアファイルをプレゼントという、生出しにゲットしてありがとうございます。あ、今こうしてやる間にリツイート増えた、ありがとう。絶対今これショールーム見てくれた人だよね、ありがとう。私の固定ツイート、この画像結構良くないですか、2枚目の。あとね、 CD のジャケットも大事かなと思って、でこれは手書き、はがきね。そう、かほちゃんのお母さん、かほたるのお母さんも投票してくれたって、福田に嬉しい。ぜひお願いしましゅう。かわいいね、ママたる。いい感じでしょ。皆さんお願いします。アリフクの記事良かったよ。こんばんは福ちゃん、こんばんは。そう、今日は有益なツイート3つ目をしましたが、アリちゃんと福田の激カワ記事もねアップされてるんで、よろしく。さっきツイッターに載せたこの画像可愛くないですか、アリちゃんがちっちゃいみたいな。あん、こんばんは。4コースは何ですか。あ、応募コースが4なんですよ。1,2,3 はなんかメンバーとの写真記念撮影の応募とかなんですけど、そう、4って書いたら投票になるんですよ、その選挙の。なので4っていう、4福田あかりっていうのは絶対書いてください。あ、としちゃん、ちゃん、熊田はありがとう。え、福ちゃんとも疎遠になってしまった、投票止められたり悩んでたりしたけど、かほちゃんに背中を押され投票の準備始めてる、ありがとう。福ちゃんから離れてはいけないと今はそう思ってる、これからもよろしくお願いします。こちらこそ、としちゃんありがとう。私も最近としちゃんが来ないなと思ってたよ、ありがとう。としちゃん、熊田ありがとうね。これからもよろしく、一緒に頑張りましょう。嬉しい。
またさせたらぜひありがとう。トシちゃんありがくま。タロン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 。ありがとう。オリコン5作連続1位でございます。ありがとうございます。かわいいかわいい。だってふくちゃんこれからどんなお仕事したい？雑誌。うん、そうだな、どんなお仕事したい？雑誌乗りたいですね。なんでかっていうと全国っていうかもう何なら世界中で手に入るでしょ。結構ねテレビとか出させてもらっても瀬戸内でしか見れなかったりするのが多いから、全国で応援してくれる人にも手に届くじゃないですか。そういうのはだし、あとまあメンバーがね瀬戸内を広めるってことについては、まあ、STA メンバーを広めていきたいんですよ。瀬戸内もだし、そうなのでなんかメンバーの一人一人にやりたいことがちゃんとできる、メンバーのモチベが上がれば、だってファンの人って推しメンがさやりたいことやって楽しいってなってるのが一番いいでしょ、お互い。だからメンバーがやりたかったことをできるようなそういう環境づくりをしたい。だから私はプロデュース公演とかやりたいんです。かっこいい系と思われてるメンバーも意外と王道アイドル系がやりたかったりするんだよみたいな。お、明日投稿するのありがとう。だし全国ネットにも出たいですね、まあ、今の一番の、まあ、そういう抽象的なことを言っても仕方ないかもしれないですけど、今の一番の目標は、まあ、この7人選抜に入ることですかね。そしたら秋葉のショップにもまた行ったことがないから、そこでね一日レジとかやれるのかなってか思うし、定期公演ができるっていうのは嬉しいし、プロモーションとかでも連れてってもらえるとかなんで、私結構あのタワーレコードのポスターみたいなパンフレットとかああいうのも憧れてるんですよね。だから ああいうのも連れてってもらえるのかなと思うとすごいワクワクするし、ああいうのこそ全国で見れるじゃないですか。そうだし、そうですね、あと瀬戸内香川なんで、なんかもっと STU で香川に行きたい、香川四国に行きたいですね。香川に行って公演したいな。なんかもっと フリーな公演も、まあ今はね3つとかあったり検温とかあるからあれだけど、なんか1回四国でゲリラライブをフリーでやったとかもあったんで、なんかそういう感じじゃないけど、まあいろいろね縛りは多いかもしれないけど、フリーライブじゃないけどなんかその STU ファンじゃない人も通りがかりに見れるようなライブがもっとあったら、新規の方も福田の教えないとしても STU のファンになってくれたら嬉しいなって思うからね。そしたらもっとさライブの回数も増えるじゃん、
人が来る見込みがあったらライブの回数も増えるからみんなも見れる回数増えるし、ファンが増えたら番組も増えて推しメンが出る機会も増えるし、ファンが増えたらテレビに出る機会も増えるし、ファンが増えたら多分その分ライブも増えるし衣装も増えるかな。衣装が欲しいな。なんか憧れなのは昔の AKB さんの衣装とか、誰々ちゃんはこの衣装みたいなあるじゃないですか。一人一人のなんか衣装を見たら誰の衣装か分かるじゃないですか、ファンだったら。そういう個性が取り入れられてる衣装ってすごい憧れ。そういうのを作ってもらえるぐらい自分たちの個性をもっと知ってもらえて、こうね、ビッグなグループになりたいですねっていう副キャプテンの願い。何もしてませんが、私は衣装は大事よ本当に。ちっちゃい子が憧れてくれるかもしれないしね。わあ、かわいい衣装だ、私も大きくなったらあのお姉ちゃんみたいな服着たいみたいな、そんなもんじゃん、わからんけど、私はそんなもんだったよ最初は。ってな感じです。なんてみんなも助けてください、協力してください。職場の隣の席の人にCD1 枚入って渡してくださいここに載ってる子を福田ちゃんですって言ってください。マジで口コミって何よりも大事だと思う。テレビとか雑誌の力もすごいけど、私は一番口コミがすごいと思うので、リアルな声だったんでね、口コミが一番強いし、みんなは自分の影響力がないと思ってるでしょ。いやー、みんなの影響力はすごいですよ。なので助けてね。この投票は9月30日までです。そう、モバイル票大事ですよ。STA モバイル加入してもらってください。私も何人か友達に頼みまして早速びっくりされるけど、え、総選挙あるのって言われます総選挙じゃないんだけど、あのってそこから説明してそうそう、要望はがきの大事としてこれから頑張ります。え、ありがとうね。そうやってさ、ファンの人がさ直接さ雑誌さんとかテレビの方とかに「なやだれちゃんお願いします」って言うのもさ、結局メディアの人ってさ見る人が求めてるものを作りたいからさ、かそういうのもすごいファンの人の声って大事だと思うので、すごい嬉しいですよ、みんなが。ST を広めようと、福田を広めようと活動広めてくれてるの、メンバーもちゃんと知ってます。そう、 ST 版の総選挙ですっていうのが一番分かりやすいから、そうやって説明してる私。てかそれぐらいの気持ちで やってるもんね今みんなガチで。ということでランキングを読みます。はい、なので投票お願いします。一票一票が積み重なると思うので、ランキング見ます。なんか真面目な話になっちゃったけど、まあたまにはいいか。とも福隠れ足ありがとう、徳尾ありがとう、海ありがとう、ハイパーありがとう、黒白ありがとう、うーた近石ありがとう、松前ありがとう、
お金持ち先生、ちょっと仕事再開しました。あ、本当？頑張って、頑張って。ヤシガキ、やっぱ福ちゃんって可愛いね、しみじみ。やったぜ。TMFM、お、モバイル投票しました。実家に福ちゃんの写真パネル取りに行きました。イエーイ。幼稚園児ハロウィンコス待ち遠しいっす。うわ、ちょっと研究中よ。子供っぽく見えるメイク。どうも、祝、週婚、週刊オリコン1位おめでとう。ありがとう。週刊すごいね。そして1位はトシちゃん。これからもよろしく。嬉しい。トシちゃんありがとう。クマタワーもありがとう。はい。というわけで私が、福田はって言ったら瀬戸内って言ってください。いきます。アニオスと福田は、瀬戸内、サンダル飯は、うどんで決まり、香川県出身の福ちゃんこと、福田あかりでした。皆さん、今日も一日ありがとうございました。だいぶ涼しくなってきてよかったですね。冷房代が節約できそうな良い気候でございます。はい、じゃあ明日も頑張っていきましょう。うろん食べてください。お疲れんこん、おやすみみんゼミです。明日もメールします。メールします。メール受け取ってない人は受け取ってください。よろしく。夢で会いましょう。今日は夢見ました。今日ユミリンの夢見ました。みんなもメンバーの夢見ることある？福田の夢見たら服が届くかもしれません。いつもありがとうございます。バイビー。おやすみなさーい。好きよー。